えー、すみませんちょっと聞いたの続きですねえー、っと、えー、9年ぶりとなるね新人での開幕5連勝を達成してそのうち2勝がソフトバンク戦となったというね竹内投手の振り返りをお伝えしました、えー、一方ソフトバンクはですね完封負けで連勝は4でストップして西武戦の連勝もここで止まり12球団最速の50勝到達は、えー、お預けとなってしまってえー、っと 勝てばね50勝20敗で、えー、貯金が30までね、えー、広がるという試合だったんですけれども、えー、ホークスは完封、えー、負けで、えー、負けてしまったということですえー、っとですね、えー、まずはですねソフトバンクの試合の振り返りをお伝えしましたえー、っと明日からですね明日からみぞぺペ,ペードーム福岡でソフトバンク対楽天の試合が行われます でソフトバンクの先発投手は和田投手と楽天の先発投手は早川投手の投げ合いとなっているということです。えまずは、えー、とソフトバンクの試合ー振り返りを詳しくお伝えしました。この後はですね、セリーグ広島トヨカーブの試合ー振り返りをこの後お伝えしたいと思いますので、えー、ここで一旦え終わります。